こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。ゆきちゃん、なんか秋の装いになって、また今日そうなんです。実は PT とか、はい、バグったとかを日本でやってるトレメッツさんの展示会に春にお邪魔して、うん、その時にオーダーしたジャケットなんですよ。バグったのジャケットですよ。あ、いいね、形ね、それ。そうなんです、形面白い。それ、そうなんです。ここにね、タックというか入ってて、正直高かったんですけど。ちなみにどのぐらいなの？8、9ぐらいでしたね。いい生地ですね。いいですよね、うん、こう背中がこう丸くなってるじゃん。特徴的な形をしていてですね。あとでそこに顔入れていいですか？いや、絶対ダメでしょ。それにデニム。これはですね、デニムブランドじゃなくて、うん、ミラオーエンで買ったデニムです。ちょっと珍しいね、割と綺麗な色でね。私が今日ちょっと、うん、珍しくデニムを履いてきたのにも、うん、理由がありまして、 BR 選手権。あ、 BR 選手権、それの、はい、テーマがデニムだったんですよ、うん、今回。なので本日のテーマは BR 選手権デニムの結果発表です。結果発表、皆さんいろいろ投稿いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まずはちょっとテーマご紹介しちゃったんですけれども、はい、コメント返信からいきたいなと思います。わ、はい、かりました。デニムつながりの質問です。デニムシャツをドレスライクに使いたいのですが、うん、どのようなコーデがいいですか？デニムシャツにネクタイとかすごいかっこいいですよねっていう質問なんですけど、デニムシャツの種類にもよるかな。例えばデニムシャツでもシャツのような形にデニムを使ってるものなのか、あと薄さとかもですか？薄さもそうね。要するにデザインで全然違った雰囲気になっちゃうので、ドレスシャツのパターンにデニム生地が乗せてるのか、それとも花からこの間見たようなラングラーって覚えてる？あ、わかります。もうまさにウエスタンシャツのデニムシャツなのかによっても全然雰囲気が変わっちゃう、うん、じゃあラングラーみたいなカジュアルなデニムシャツだったとしましょう、うん、それをドレスアイテムとして使うことって可能なんですか？可能。デニムの素材ってほら、中に着るんだったらそういうさ、はい、なんか例えばちょっと上がウールだったりとか、はい、ツイードだったりとかコーディロイだったりとか、そういうものに合うんだよね、うん、そういうものに合わせるんだったらかっこいいんじゃないですかね。生地を合わせる、色を合わせる、であとはデザインをなるべく寄せてあげるってことをしてあげると、うまくコーディネートがまとまるというか。でも中のアイテムがカジュアルアイテムなわけじゃないですか、ラングラーとかだと、うんうんうん、そうなるとジャケットもちょっとやっぱりカジュアルな方がいい。正解。あ、スウェードのジャケットにラングラーのデニムシャツなんかやったらバッチリかっこいい。どっちと受け取るかで全然コーディネートがちょっと変わっちゃうかもしれませんね。じゃあドレスシャツの形にデニム生地を乗せてる場合はどうですか？うんうん、それだったらドレスっぽいジャケットを着てあげるといい。だ、例えばカルダブルなんていうのはそれバッチリですよね。いずれにしてもデニムっていうのはそもそもがカジュアルな生地なので、うんうん、割とカジュアルめに振ったジャケットとかだと似合ってくるということですね、まあ、いわゆるビジネススーツみたいなのにはデニムシャツっていうのはあんまり似合わないかなってことだ。じゃあちょっともう一問、菅原さんの回に入ってたコメントなんですけど、うん、菅原さんと星葉さんの掛け合いいつもめちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。ブーツの中って何を履きますか？はい、ハイソックスでもあまり決まらないし、ローファーソックスだと短い気がするし、いつも悩みます。星葉さん、最近それこそブーツを履く。ブーツ履いてますね。今日も黒ひょうじゃないですか。今日も黒ひょうです。じゃあ星葉さん、その黒ひょうの内側、うん、どうなってんだいって話ですよ。脱いだら黒ひょうですよ。だから、え、履いても黒ひょう、脱いでも黒ひょうってことは、じゃあ例えばさ、今日みたいな、はいはい、まあ、ブラックジーンズこれで畳の席とかって脱ぐじゃない、ね、これで赤い靴下だと黒ひょうになれないんですよ。だから黒い靴下にしてます。長さは？長さは長めです。それはなぜかっていうと、うん、ブーツも長いからなの。これ実はこう見えて結構長いのよ、うん、あ、長い。これより短いと、うん、ブーツのこの端の部分が当たったりするんですよね。でこれで脱いで、うん、めちゃくちゃローファーソックスで短かったらなんかバランス悪いじゃない。黒ひょうになれないじゃない。やっぱ脱いでも黒ひょうを、うん、履いても黒ひょう、そのジーンズの色とも靴の色とも合ってるぐらいがかっこいいと思いますね。あとはそのブーツの種類にもよるかな。結構ハードなアメリカンタイプのブーツだったりするとやっぱり革が硬いんですね、うん、なので編み地のちょっとしっかりしているコットンの靴下を履いたりとかっていうのがちょっとポイントかなと思いますね。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。
まあ、いずれにしても黒ひょうということですね。そうですね、はい、それでは参りましょうか。 BR 選手権デニムの結果発表でございます。 BR 選手権は、はい、まあ、皆さんがいいと思うな、うん、なんかこんなコーディネートしてるよっていうのをたくさん挙げてもらって、でその中から、うん、まあ、一応寺田賞、星葉賞、はい、そして特別賞を決めて、うん、普段のファッションをより楽しんでもらおうみたいな企画なんですけれども、うん、それぞれ、はい、BR オンラインで使えるポイントがもらえます。特別賞が2000ポイント、星葉賞、寺田賞がそれぞれ5000ポイントもらえます。5000ポイント、どうしようか。じゃあ最初に何賞からやりますか。まあ、特別賞ですかね。特別賞からいきましょうか、はい、最初僕からいきましょうか。じゃあお願いします。この方かな、高ボーノさん、おめでとうございます。おめでとうございます。その方の決め手はまさに BR で言ってるスタイル、もう本当にモノトーン、しかもカルダブル、ブラックデニムで色合わせもバッチリなんだよね、黒とベージュで。かっこいいですね。で何気にさりげなくエルメスのバーキン持ってて、うまい感じに落とし込んでるなと思って、うん、ジャケットを脱ぐとオールブラックで決めて、うん、そこにあえてちょっとベージュを入れるっていう、足首の見せ具合とかもなんかすごくいいかなと思いますし、大人で白髪をねかっこよくこう見せる髪型にしてるっていう感じも僕は好感が持てました、ね、この人ダンディーな感じがしましたね。しかもねバーキン持つの難しいんですよ、男の人が。もともとそもそもエルメスのバーキンって女性なんですよね。そうですよね、ジェーンバーキンのために作られたバッグなんで、男性が持つってなかなかこうハードルが高いんですけど、あと1点でもうものすごくインパクトがあるバッグなんで、他の部分引かなくちゃいけないんだけど、この人はちゃんと引いてる、まあ、僕もね愛用してるんですけど、このバッグ綺麗になんか持たれててかっこいいなっていうふうに思いました。素晴らしい、おめでとうございます。はい、高ボーノさんありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ続いて私一人特別賞、はい、言っていいですか。もちろん。この写真見た時に、はい、こういうおじさま最高、みんなこういう風に年を重ねてほしいって思ったんですよ、うん、2人目の特別賞はですね、ベナタワーズエルビスさんに差し上げます。おめでとうございます。めちゃくちゃかっこよくないですか。それね、まあ、デニムもそうなんだけど写真力もあるね、はい、その雰囲気、夜にテラスみたいなとこで、はい、みんなで男がねかっこよく集まって、うん、ライフスタイルが充実してる感じだよね。そうなんですよ、うん、で、うん、お三方がそれぞれ三者三様でデニム履いてるんですよ、うん、あ、いいね。この人寺田賞でもいいくらいだよね。いや、そうなんです、寺田賞ちょっと悩んだんですけど、この真ん中の方もね単独で上げてくださってるんですよね、いつも。その人たちみんなにあげてもいいぐらいだね。そうなんです、もうみんなにあげたい。もうみんなこういう大人目指してほしい。はい、ということでエルビスさんおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ最後3人目の特別賞、はい、星葉さん発表お願いします。この方は何度か出てもう本当にね常連なんだけど、やっぱりね、うん、その時代時代の雰囲気空気感を捉えるのが非常に上手で、はい、いいモノトーンの履き方だなという参考例としてやっぱこの人ですかね、はい、友久小田さんです。小田さんですね、おめでとうございます。手のねポケットの入れ方とか、あーかっこいい、ダブルのジャケットにそれこそブラックデニムに黒のサイドゴアブーツ、非常に洗練されてるスタイルですね、これね。そうですね、これあえて締めてたっていうのもいいし、このスタイルは非常に参考になりますね。星葉さんがよくおっしゃってる、うん、自分の特徴を知って似合うものを選ぶっていうのを実行されてますよね、うん、そうだね。なんか高身長で足も長くてっていうのをちゃんと生かしたスタイルをされてるなと思って。生かしてる、おめでとうございます。おめでとうございます。連続受賞かな、そうだよね、うん、きっとね。じゃあいよいよラスト参りますか。寺田賞、今回はね、うん、ちょっと木をてらっちゃいました。今回の応募から、はい、あの物でもいいよっていうお話をしたんですよ。自分のおすすめのものと、おすすめのもの、おすすめのものってちょっとやらしくていいですね。どこがおすすめのアイテムと、おすすめのアイテムデニムの合わせが最高だなと思ったんで、この方に差し上げたいなと、はい思います。 SKR さんおめでとうございます。おめでとうございます。なるほど、時計着てたんだね。いい時計ですよ、いいブライトニングですよ。でもそれをあえてこのデニムに合わせてる感じも余裕というか、うん、おしゃれ好きなんだろうなっていうのも感じて、うん、かっこいいなと思って。ブライトニングの時計って男っぽいのよ、すっごい。もともと航空機のパイロットとかがみんなしてた、パイロットウォッチとも言われてるんだけど、はい、実は今日僕もブライトニングなんですけど。あ、そうなんですね、はい、でその男っぽいデニムと男っぽい時計を合わせたっていう、そのところがねずば抜けていいと思いますね。デニムとブライトニングの時計を合わせるやり口は俳優でいるんですけど、ブラッド・ピットです。
もしかしたらブラッドピットかもしれないね。あ、これブラッドピットか、うん、じゃあ寺田賞はブラッドピットに差し上げます。おめでとうございます。5000ポイント。何買っちゃうんだろうね。じゃあ最後、みんなが欲しい、はい、星場所いきましょう。いや、今回もね、本当にいろいろなデニムのスタイルを送っていただいてありがとうございました。皆さん本当にかっこいいスタイル、いろいろ悩んだんですけど、デニムってきて普通に T シャツデニムかなと思ったところを、うん、この人は裏切ってるのが良くてすごくかっこよかった、うん、だからこの人です。 F チョッキさんです。おめでとうございます。エプロンなのかな、これかオーバーオールみたいなやつなのかもしれないんだけど、まあ、モノトーンのこの写真、モノクロの写真にしたっていうところと、このポーズと首のなんていうの、傾き加減と、もう絶妙ですよこれ。 T シャツのサイジングもいいですね。ちょっと大きくしてる、でこのオーバーオールみたいなのも大きいっていう、そのダボダボってきてるんだけど、その職人っぽさっていうか、もしかしたらレストランのなんかのオーナーとかやってるかもみたいな、そういうイメージ思いました。なんかレストランとか、うん、パン職人さんとか、とか、うん、職人系の方かなとは思いました、うん、今回はこの人に決定です。 F チョキさん、おめでとうございます。おめでとうございます。え、でもね、私なんか奇遇なんですけど、うん、デニムのエプロンっぽいものを着てる人、うん、ピックアップしてたんですよね。あ、嘘。この方なんですけど。それ俺じゃねえかよ。吉政星場さんって言うんですけど、しかもさりげなくと言いながら3投稿してましたから。すみません、推しです。そ、僕作ったエプロンなんです。これめっちゃかっこいいですよね。ありがとうございます。ヤヌークっていうブランドでちょっとコラボレーションしたブラックデニムのエプロンです。僕最近本当にブラックデニム履くことが多いんで。そうですよね。そういう時にブルーのエプロンだと合わないんですよね、と思って、ブラックデニムでちょっとエプロン作ってよって言ったら作ってくださって、でそれがそれですね。はい、ということで、はい、今回も皆さん本当にたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。次回も開催をしたいと思います。やったー。じゃあ次回のテーマ、僕から言っていいですか。どうぞ。次回のテーマは BR 選手権エロです。なわけあるか。絶対ボケるなと思ったよ。今エロい写真たくさん応募してください。ということで次回テーマ、はい、お願いします。 BR 選手権アウターでございます。アウター来た。思い思いのおしゃれなアイテム、はい、投稿していただけたらなと思います、はい、ハッシュタグ BR は小文字で大丈夫です。 BR 選手権アウターとつけてですね、はい、投稿をぜひしてください、はい、締め切りは1月の末までです。どしどしご応募お待ちしております。じゃあ本日は以上ですかね。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次回はこちらです。1回、はい、カーゴっていうのが実はありまして、うん、太すぎるとやっぱり合わせれる方が限られるので、うん、気持ち細めでコットンとシルクだけのデニムなんですよ。気持ちいい。これカーゴとかロブストに合う靴。そうです、ちょっと丸みがある靴が合いますね。ナイルクロコのベルトなんですね。ゴールドのリング作っちゃえっていうことで。おー、ゴールドのダブルリング。はい、いやー、やっぱり BR 選手権やると盛り上がるね。盛り上がります。でもみんな見てるとやっぱりいろんな写真が出てくるし、うん、やっぱりファッションっていろんな個性があってこそ楽しめるんだなと思って、また自分もさりげなく募集して寺田賞をもらおうかなと思いました。次回チャレンジお待ちしております。アウターでしょ。アウターです。アウターやりますよ。ということで、なんか宣伝を。はい、私実は本を発売することになりました。クロスメディアパブリッシングというところからですね、対峙力という本が出ます。ぜひ皆さんご購入お願いします。そして星場さんも、僕も11月20日、僕は7冊目の本ですね、色気力力力つながりで、ぜひ僕の本も買っていただければと思います。セクシーということに迫った、一冊の本にしました。あとはですね、僕が編集長を務めている、フルーツスタイル、そちらもどしどし動画をアップしているので見ていただければと思います。ということで今日この辺ですかね。はい、また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、こっちです。登録してください、お願いします。そしておすすめ動画はこちらです、こっちです。これももちろんご覧になってください、お願いします。